何してるの？よし、これだ。はい。何？石踏み。石踏み？昔さ、人間が文字を知らなかったくらいの大昔ね、自分の気持ちに似た石を探して相手に送ったんだって。もらった方はその石の感触や重さから相手の心を読み解く。例えばツルツルの時は心の平穏を想像し、ゴツゴツの時は相手のことを心配したりね。ありがとう。何を感じた？内緒。